黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ、イエーイ。いた、成長になってる。はい、どうもこんにちは、黒猫チャンネルの黒猫です。お世話になっております。ありがとうございます。はい、今日はね、掘り出しの方をしていきたいなと思っております。スプーンなんかね、準備しちゃってね、もう準備万端ですよ。めちゃくちゃ掘り出したい。今日掘り出す子たちはですね、なんとヤフオクとかでは最近6万円とか7万円とかペアでね、でショップでね買うとね15万とかしちゃう、そういうカブトムシを掘り出したいなと思っておりますね。久しぶりにね、ちょっと高額種を掘り出すんでね、ワクワクしております。はい、では登場してもらいましょう。その子たちはこちらです。はい、登場していただきましたね。ということでね、これはね、グランディスヒナカブト、エクアドルのカブトムシ、別名グランディスコフキカブトとか言っちゃったりするやつですね。ちょっとヤフオクでね、12万円かけてヒナカブト軍団を買ったうちの一つなんですね。で、この子たちについてはですね、前回の餌交換6月7日に餌交換しようとしたんですけど、どうも溶化してるっぽかったんでやめました。ということで、あれからもう3ヶ月経ってますので、楽勝で浮かしてると思います。ちなみにグランディスヒナカブトはね、オスはね、ちょっとヘラクレスっぽい感じなんですよ。もちろんヒナカブトなのでちっちゃいんですけど、この角がこうシュッとね、なるやつです。どんな子が生まれてくるのかなと思ってますけどね。はい、そしてね、幼虫がすごく特徴的でして、他にこういう特徴の幼虫いるのかなっていうね、そういう感じなんですけど、幼虫の画像こちらですね。どうですか、面白いでしょう。何これっていうね、感じです。はい、これがね、どんな成虫になったのか楽しみで仕方がないですね。はい、ということでね、頑張って掘り出してみたいなと思います。どんな子が出てくるんだろうか、楽しみで仕方がないですね。ね、では久しぶりの高額種の掘り出し頑張っていきましょう。おー、軽くひねってあげましょう。それでは1投目掘り出しちゃいたいなと思います。楽しみですね。よし、自力ハッチ出てきてる。うわ、ちっちゃくね、なんか予想よりすっげーちっちゃいんですけど、これはね、グランディスちゃんかな。角の形を見るとですね、これはグランディスちゃんですね。グランディスちゃん、なんか予想と違う。むちゃくちゃちっちゃいですね。まあでもとりあえず出てきてくれました。はい、生きてるね。なんかちょっとね、不摂の形がおかしい気はするんだけど、こんなもんですか。なんかちょっとね、妙な気はしますけどね。動いてる動いてる、元気元気。はい、そんなもんですか。はい、いていていて、よし、元気だね。足大丈夫？そういう感じなのかな。はい、元気です。ちょっと足がね、少しおかしいかもしれませんけどね。いやー、かわいいなこりゃ。またね、いや、ぐい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 、ちょっと待って、俺それは俺ゼリーじゃねえからさ、ねえ、そんなんしてもね、何も汁出ないから、まあ、出ないことないけど、液体がね、血が出ちゃうからね。ちょっとゼリー食べたがってるんでね、ゼリーあげてみましょう。
はい、お部屋完成です。ちょっとね、加水しておいて、で、ゼリー食べるんじゃないかな。自力でできてるってことはね。じゃあ、こんな感じで入れておきましょう。はい、どうぞ。よし。これで足場が安定していいんじゃないかな。足場が安定したら食べてるみたいですね。うん。いやー、自力ハッチか。ということはもう、羽化して3ヶ月ぐらいは経ってるな。6月ぐらいの羽化じゃないかと思いますね。かわいい。うん、かわいい、とっても。はい、じゃあ次の子掘り出していきたいなと思います。はい、では2頭目を掘り出していきましょう。うん、この子も羽化してる可能性は高い。自力ハッチか？自力ハッチではないみたいですね。まだ中にいるのか。うん、わかんない。とりあえず掘り出してみよう。うん、どこいるんだこれ。うん。あ。はあ。死んでる。うわ、マジで。お亡くなりですね。これは、結構前に、お亡くなりです。幼虫の状態だ。あー、そうですか。これだけ食べてても、死んじゃうことがあるのか。まあ、しょうがないですね。うん。かなり残念なんですけども、まあこうなってしまったのはもうどうしようもないので。そうですか。はい、2投目、残念ながら、うまく羽化できませんでした。マジですか。天国のような気分からね、一気に地獄に落とされたような感じです。そうかー。この子はですね、前回掘り出した時、羊化が近かったので、マットで人工養殖のようなものを作って入れておいたんですけど、結果的に、マットで人工養殖潜っていっちゃってるみたいです。中で無事羊化してくれたらいいんですけど、さっきの結果が結果だけにね、ちょっと心配ですか。まあでも掘っていきましょう。大丈夫かな？いねえな。もっと下でしょうか。いた！これがオスかメスかで繁殖できるかどうか決まるんですけど。あ、どうだこれ。お願い！どう？まさか！この後ろ姿。女の子じゃないですかこれは。ねえ。女の子か？女の子だ！生きてる？大丈夫？大丈夫？あ、生きてる！女の子ですね。間違いない。あー、ごめん、落ちちゃった。はーい。女の子でしたー。まあ、類代はできるかな。あー、なんとかなった感じ。よし。はい。グランデスヒナカブト、グランデスコヒキカブトの女の子です。いやー、無事に羽化してましたね。よかった。焦りましたよ。一匹、ね。残念ながら死んじゃってね。すごく、かわいそうなことしちゃったんだけど。なんとか、この子は、
浮かしております。しかも綺麗に、女の子やったね。うん、死んだ子のためにもね、なんとかブリード頑張りたいなと思います。はい、それでは改めまして、グランデスヒナカブト、グランデスコフキカブト、オスの登場でございます。この子なんつーか可愛いよな。ズームしてみました。ちょっと背中の方にね、マットが残ってるんですけど、この子ですね。角見てください。あー、まあ確かにグランディスヒナカブトだなーっていう角はしてるんですけど、めちゃくちゃちっちゃいっすよね、角。どうした？栄養不足だったのかな。メスは結構立派だったのにね。ちょっと足の方がね、やっぱちょっとおかしいみたいなんですけど、まあなんとか前足も大丈夫っぽいですし、ブリードね、してみたいなと思っております。はい、この子グランディスヒナカブトちゃんです。はい、それではグランディスヒナカブト、女の子メスの登場でございます。はい、かわいい。ちょっとやっぱり変わってますよね、色とかね。なんかこう背中毛生えてるのかな、なんかすごくこう色が不思議。はあ、まあ結構可愛いです。でこの子ね、裏すごいんですよ。ちょっと裏見てみたんですけどね、アマゾナイトが裏綺麗とか言ってたんですけどね、ちょっと見てください。裏なんですけどこんな感じなんですよ。なんか綺麗くないですか、このちょっとメタリックなんですよね。ごめんね、すぐ戻すからね。こんな感じです。よいしょと。はい、ということでね、この子がメスのグランディスヒナカブト、グランディスコフキカブトちゃんでした。はい、お疲れ様でした。ということでね、今日は超高級ヒナカブト、グランディスヒナカブト、グランディスコフキカブトの方を掘り出してみました。3頭いたんですけど、残念ながら1頭は星になってしまいましたが、なんとかオスとメス1匹ずつね、浮かしてくれましたね。うん、オスの方は少し足が悪いみたいですけどね。オスの方はね、6月頃の羽化だと思います。もう食べてますので。でメスの方はですね、6月の初めに8日直前だったんで、まあおそらく7月の後半ぐらいか8月の前半ぐらいに浮かしてると思いますね。ブリード頑張っていきますので、また応援よろしくお願いします。では今日はこれでお別れです。黒猫チャンネルの黒猫でした。またコメントなんかでね、感想を聞かせてください。はい、バイバーイ。